見事なちょっとマウスナッキングにはなっちゃったんだけど、ちょっとねこの魚に対してこういう釣り方しか思い浮かばないのはなんとももどかしいというか、自分の小ささを情けなく思うというか、こういう色か、うわあのね、色がつこうがつかなかろうがレッツは強い、本当に。ちょっとこんなぐらいでリリースしますけど、レッツは強い。いや本当に強いです、この魚。なんとかねこのマウスナッキング以外のテクニックがあればね、俺もできればこの釣り方はやりたくないんだけど、ちょっと今の状態では正直難しいです、それ以上の釣りは。なんとかねうまくやれる方法があればいいんだけど、ちょっと今は思い浮かばないです。マウスナッキングなんで、フックのサイズ、形状、デザイン、全て関係ないです。ただ強ければいい。ちなみに8番フックでちょっとね小さい魚もいるんで、レッツもしかしてどうかなと思ってやってはみたんだけど、一発で伸ばされました。ん？伸びてねえか？あーちょっと伸びてるね、多少伸びてます。こんな感じで、どれだ、あったフライは、これはねドリーとかレインボー用に巻いてあるからかなりちっちゃいんだけどね、本当に8番サイズ、かなりスモールなフライです。もうちょっとねなんか俺に技術があればスナッキングやんないでいいんだけど、これ以外にはちょっと思い浮かばないです。もう少しやってみます。